性行為を伴う AV が今後禁止されるかもしれないということで、威嚇臭い皆さん困ってると思うんで、対処法をね、今から教えていこうと思います。まず一つ目、二次元に逃げろ。うん。性行為を伴う AV 禁止されるけど、それは三次元だけであって、二次元やったら多分基本 OK やから、二次元に性癖を移せ。うん、実際俺も、二次元7割、三次元3割ぐらいの割合を今おかずにしてるから、正直ダメージそんなに少ない。うん、二次元に逃げてきたいわ。で、二つ目、うん、俺で抜け。うん。俺、ネタ動画以外にもな、ウィヒットが切り用意したらとか、エロ動画も出してるから、もう俺の動画でプライド捨てて抜けや。それやったら性行為も伴ってへんし、大丈夫。まあ、ウィヒットが騎乗位とか言っても、機械の騎乗位やからセーフやしな。うん、もう俺で抜いたね。で、三つ目は、下半身の息子を養子に出せ。うん。もう下半身の息子自分で世話できへんや、AV なかったら。もうそしたら養子に出して、知らん人に息子を育児してもらえ。そうやったらいけるやろ。で、四つ目、うん、エロい夢見ろ。うん、エロい夢見て、無精したらええね。そうやったら AV いらんやろ。で、五つ目、うん、もう彼女作ろう。うん。もう俺一人で AV とか朝ってさ、マスク開いてるけど、相手おったらこんなことならんでいいやん。うん。もう彼女作ろうやろな。うん。そういうことや。じゃあな。